にちは、かますです。今回もスパイクの紹介をしたいと思います。今回紹介するのがこちらです。プレデターミューテーター20プラス FG 天然芝用の中レースレスモデルになります。こちら見てもらえば分かる通り、表面にデーモンスキンといって約3ミリのラバー突起が約405個こちらの表面についています。ちなみにこちらの一つ下のモデルの 20.1 モデルでは約258個のデーモンスキンが用いられています。なので、20.1 よりもこちらの20プラスの方が約150個デーモンスキンが多く付けられています。優れた、ボールグリップ力によりキック時のボール回転数が増加、かつコントロール性が向上したようです。ただ、SNS ではこちらのデーモンスキンが巻いてしまったり取れてしまったという報告がいくつか見受けられました。僕は普段から 18.1 を履いていました。こちらと比べてみると、一番の変化はこのデーモンスキンかなと思います。こちら高めに作られたレースレスアッパーのハイカット、足首から360度全方向を包み込むような形に作られています。そのことでかかとをしっかりと固定し圧力をかける構造になっています。圧力をかけるといってもプライムニットアッパーという素材で、一人一人の足首の形状に合わせてフィットし、程よく引き締め固定し、スムーズに足首を動かせる柔軟性モーションコントロールを発揮してくれると思います。本来紐がある部分をこのような形状にすることにより、より快適に引き締めてくれるように作られています。次にこちらのアウトソールです。こちらは、FG モデルの天然芝用になります。 FG モデルは天然芝をしっかりとつかみ、安定性を高めるように配置されたトラクションスタッドが、グリップ力を高め、キック時の軸足をしっかりと固めてくれます。スプリットアウトソールが優れた反発性と、前方のスタッドが回転運動、方向転換をよりスムーズに行えるようにしてくれています。また、ヒールカウンターの形にまでこだわっているのがとても魅力的です。プレデター20プラスも何度かカラーアップデートがされていて、今現在も何色かカラーが発売されているのですが、今回はこちらのカラーを購入しました。今回こちらは、約2万8000円で購入したのですが、最新カラーになると約4万円でオンラインショップで発売されています。では履いてみます。やっぱり履いてみた感じ、足首がすごいハイカットとは思えないぐらいスムーズに動くと、ここがすごい固定されているので、別に紐がなくてもしっかりと踏ん張れそうな感じです。今まで僕はこちらの紐があるタイプを履いていたのですが、紐がないこちらでも全然デーモンスキンはボールグリップ力を高めてくれる性能があり、以前のプレデターは、表面がツルツルして蹴った時にずれてしまいましたが、こちらは当たったところをそのまま蹴れる感じがあります。